選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は霊能者です。夜が更けました。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、進行論としては俺は鈍進行が強いと思ってる。俺の盤面で占い霊能出てきてください。まず霊能が出ないメリット。霊能が出ることによって人外の占い師が霊能に白を出して人外目線セーターしやすくなる。黒塗りしやすくなるから霊能出ないでください。占い師目線が出てきたら最初に新占いが出た時って後から人外が盤面を作れてしまうから新占いは絶対出ないでください。あともし新占いが白を出したところから、もしそいつが狂人だったらそのまま潜伏されてしまう場合もあるから、俺は鈍進行が強いと思ってる。俺はこの位置で頑張って発言精査を伸ばすから、俺は大丈夫なんで、占い霊能に関しては2周目から出てきてください。あとね、まあ、このゲームね、村の方が人数が多いから、村がしっかりと汲み取れて発言できれば勝てると思ってるんで、村は、人によって汲み取り違いのされないように分かりやすく簡潔に発言すれば、村はちゃんと分かってくれると思うから、村のみんなは。と思うので、まあ、頑張っていきましょう。発言頑張ります。7番のプレイヤーが発言します。まあ、6番の発言って二面性があるんだよね。人外で2周目に使用しようとしているか、まあ、村で精査できますよっていう自信の表れか。まあ、私はどちらかというとね、鈍進行とかね、変な進行を唱える人はね、あんま村置きできない人物なんだけど、まあ、2周目ね、6番の位置でバーっと出てきて、もう6番さんが全く精査が追いつかないようだったら、6番って釣られていい人物なんでしょ？だったらじゃあ6番に期待しようかなって思いましたね。まあ、基本的には1周目が無駄になると思っているからこそ、私は鈍進行を推奨する人は村では見れない。そんぐらいかな。役は好きなように動くのが人狼ゲーム。8番のプレイヤーが発言します。6も7もいいんじゃない。6番さんは考察に自信があると、釣られない自信があるんだね。考察できるからって、だからこそ鈍進行を唱えており、7番はそこにかなり突っ込んでいるが期待もしてるんだよね。同時に期待もしてるんだよ。役は自由に動けと。6番は釣られてもいいんだなと圧をかけながらも2周目に期待してるから、7番が狼で6に圧かけてるようには見えなかった。だって7番狼だったら票欲しいもんね。6から票はなかなか今のでどうなんだろうね。欲しそうには俺見えなかったけどね。6も7もなかなかいいかなって俺は思ったけどね。まあもちろん7の言う通り6がね、あれだけ言っていて、あ、どうしよう。ちょっと、ごめんなさい。わかんない。伸びない。こんなになっちゃったらね。こんなになっちゃったら6番さん釣られても仕方ないですよ。9番。のプレイヤーが発言します。まず6番さんから触れさせてもらうね。6番さん視点の鈍進行ってのは俺も好きなの。ただ6番さん視点で霊能占い師がないっていうのは透かす発言っていうのは良くなかったんじゃないかなというふうには6番さんに関して思った。それなんでかっていうと、6っていうのが占い師霊能に関して、俺の位置で鈍進行で構いませんっていう発言を残してることかな。6番さんに関しては、もう占い師と霊能っていうのがないっていうのをつけてまうん。だから、鈍進行を唱えるんであれば、その発言っていうのは、良くなかったんじゃないかなっていうふうには思った。時点で7番さん。7番さん視点、鈍進行を唱えてる人物が確定人、村人として見れないっていうんであれば、7番さん視点、6番さんの発言って聞く必要あるんかなっていうふうに思った。やった場合って、もっと強く6番さん人外に見えるんで、6番さんプリッとまで7番さん視点で言えたんじゃないかなって。8に関しては正直ちょっと色が落ちんかな。1番のプレイヤーが発言します。9番さんの拡大解釈かなと思いましたね。7番さんは6、そういう発言をすると初週は好きじゃないから村として見れないっていうだけだと思いますよ。初週はね、2週目になれば視点更新もあるでしょうし、だから2週、だからその考察に期待してるんじゃないでしょうかっていう、ちょっと拡大解釈かなと思いました。僕は7番さんと一緒で鈍進行大嫌いですね。はい。じゃあ6番さんのところで、よいどんって4と5が占い師を3と2で白って出してどう考察するのかなって、僕すごい気になるんですけど。
全然わかんないですね。しかも発言を精査するゲームだと私は思ってるんでね。まあ、それで白とか黒とかないですけど、僕は嫌いですとだけ言っときます。だから7番さんと意見が一緒ですね。9番さん7番にちょっと拡大解釈してたかなと思ってます。現状で言うと9番さんが一番僕の中では釣り位置入ってきますからね。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番村人陣営です。そうですね。まあ、どういう盤面になるかっていうのは、まあ、6番さんの位置にならないとわからないのかなっていう感じですね。ただですね、まあ、特段まだ精査できてないっていう感じですね。まあ、1周目はね、まあ、自己紹介みたいなもんだからね。2周目、どんな盤面になるか。まあ、それからでいいかなと思いました。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。村人陣営です。主要特にございません。何なんだろう。なんか、同心工が嫌いなのが1、7に対して、6に対して攻撃をしていて、攻撃ですね。まあ、雑というか、まあ、普通に殴っている状態で、で、2番自身も、その盤面がどうなるか分かりませんねっていう人物なんで、この3人っていうのは、非役っていう形なんですよね。で、9番がなんか、1番が言ってたんですけど、拡大解釈というような過小だったと思うんですけど、7番に対して、6番にとった要素って、7番がね、陣外がやる行動ってはっきり述べているんで、釣りを押すと同義語だと思ってるんで、そこは評価できなかったのかなと思ってます。だから8番の言っている7と6って、7は6の票がいらないんじゃないのかなっていうところで、ローローはない、もし、まあ、ローローはあるかもしれないですけど、ライン切りでっていう形で。ただね、4番のプレイヤーが発言します。今日絶対釣りたくないの、6番さんと9番さんね。まず6番さんに関しては、人狼だったら首絞めてると思うんで、6番さんの狼はほぼないです。9番さんに関しては、6、7、8をちゃんと理由つけて殴ってるのが狼探してるから、9番さんも釣らなくていい。だから6、9は白1。で、この同心工嫌がるとこって人外が結構多い。嫌がってるの7と1ね。ヘイトを買いたくないのが8、2、3だけど、まあ今日の釣り1、2番3でしょ。2番3ってもう全然グレ考察もせず20秒ぐらい余らして、さすがにこの人は釣っとかないと無理だよ。今日絶対に釣りね。で、6の1で95秒ね。6の1で9、6番さんが延長して95秒で出ましょう。今日は2番さん釣り。さすがにその位置で20秒守らせて、ヘイトを買わない動きに釣りで。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い師ランダムで6黒。占い師ランダムで6黒。僕絶対破綻しないんでね。6黒と出ました。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。潜伏占い4しろ。占い3しろ。了解です。4しろか。俺2番釣りたかった。8しろ。ちょっと待ってね。なんで3番さん遅れたんだろう。8しろ。まあ、現状、まあ、占い3しようか。3しようならば、俺は行きたいのは2番さん。俺ってね、9番、4番さんと違って9番って強靭に見えたんだ。別に俺7番の精査も、7番って6番人間に見えるけど、6番の村をケアしている人物であったし、8番の7番への精査って俺ものすごく良かったと思ってるから、9番って6、7、8一緒くたに叩いてるから9番強靭だなと思っていて、1番は9番人間の目線があったけれども、2番って何も発言を残さずに、9番に触れずに終わった人物だから、2老9強で俺は見てました。1周目の発言の段階下で。占い3仕様に関しては、もう2番から行きます。2番が真だった時は俺勝てないと思ってるし、2番が真なら精査をすべきだった。9番って6、7、8が叩いていて、1番は9番を陣外視してる時点で、2番時点での思考を落とさなかった人物だから、2番陣外で落としていいと思ってる。5番に関してはどうすんのかね。5番がむずいな。で、まあ。3番の出てくるの遅かったのもちょっと気になるけれども。そうだな。潜伏占い4白だもんな、2番って。
2番が狼なのか狂人なのかあまりわからないけども、俺は2番が狼なんじゃないかなって感じてるから2番からいきます。7番のプレイヤーが発言します。はい、3番さん白なんで2番が狼確定です。まあ6番の2周目しっかり精査できてたし、2番を狼で追ってる目線は良かったと思うから、まあ、26のライン切りはあるかもしれないけど、しっかり自分が1周目考察できる人間なんでって言った通り考察したんで良かったかなとは思いますね。あれ、霊能って出た？霊能って出たっけ？ごめん、私把握漏れしてる？霊能出た？出てないよね。5番なの例の。なんか、6番黒とか打ってたけど。まあ、戻ってくるでしょう。戻ってくるでしょう。2番の相方軸としては、もう発言がおかしかったな。4番かな。単純に囲いあるんかなと思った。弾いてる位置がおかしいよね。いや、9番に関しては拡大解釈でしか。4番、霊能かよ。さっさと出てよ、3仕様なんだから。いや、わかんない。これ、5番の乗っ取ろうとしてる可能性もあるよね。5番がだってスムラで6黒僕破綻しないんでとかわけわかんないことやる？やる？5番霊能の可能性高いと思うから24ロー全然あると思うんだけど、まあこれでも5番さん戻ってこなかったらどっちみちあれでしょ？ 24 ロー全然あると思ってるんで、あ、5番さん霊能じゃない？ 4 番が霊能使用してるけど5番霊能なんじゃないかなって思ってるんだけど、5番さんスムラ？あ、すなの。じゃあ、いいよ、場面こっち。8番のプレイヤーが発言します。7番しんないね。4番ってどこ釣り位置ヒットだったか覚えてないでしょ、あなた。4番って2番釣りたいって言ってたよ。で、2、4、ロー追ってるから、7番しんないね、この人ね。うん。7の2席目打ちで5番が余計なことしたら5詰めでもいいと思ってるよ、俺。7番新切りで、4番さん。7番新規で5番詰めてもいいと思ってるよ。騎士潜伏の。あのね、9番さん、4番さんに言ってくると9番さんは6、7、8殴ってないから、6、7殴ってるから、俺のこと殴ってないからさ、曇りで。1番に対しては、同進行やだったら、9が釣りじゃなくて6じゃね。なんで9になるのかがよくわかんないんだけど、全く意味不明。私は同進行嫌いですって。じゃあ6番叩けやと思うんだけど、9が釣り位置とか言ってわけわかんない、この人。3番がこれ一番黒いかなと思ってたけど、色見せないのが。3釣り位置だったかなって俺は思ったけどね。でも3占いで一番遅れて出てきてんだよね。だから、あ、でも、出てこないか。囲われてたら。そんなことないか。そんなことないか。でも7の芯は切れるよ、今ので。24ロー追ってるからね。24ローが一番ナイス。ナイス。4番が2一番釣りたがってたから。はい。任せるわ、進行が。5釣りでもいいよ、余計なことしてるしね。発言もないから、1周目に。この人ゲームにも参加してないから。いらないっしょ。そんな感じかな。9番と1番に抱いたのはその違和感2つね。なんで、ちょっとアンサーください。あ、アンサーくださいですか。1番は、6が鈍進行してるのに、鈍進行嫌いなんだったら6叩けばいいのに、9が釣り位置になったのが違和感。うん、ってところ。9番のプレイヤーが発言します。いや、8番さん目線でさ、7番さん確定ミスだって言うんだったら、5番さん釣りじゃなくて7番さん釣ったらええやんと。なるほど、思ったやん。なんで8番さん目線で5人、まあ5番さんっていうのは確かに発言はない、おかしな発言をしているっていうのはわかる。ただ8番さん視点で7番さんに関して偽だっていうんであれば7番さん取ったらええやん。と俺思ったんで。で、俺3の狼はあんまり追ってないかな。それなんでかっていうと、7からもらってるよね、確か。三四郎。ただいって、3番さんって別に釣り位置も上がってないんで、メリットが俺ないと思ってるから。3に関しては俺死んじゃないかなっていうふうには思ってるから。そうなった場合って、離島7になるんやって、別に情報通りで2番さんでもいいんじゃないかなっていうのは実際に思ってる。で、まあ8番さんの1番さんなくは真っ当かなっていうのは実際に思ってる。俺にしろ打たんやろ。ただ8番さんしての釣り位置っていうのは絶対7番さんしか。いいから行くか。8の言ってることもおかしいだけど、俺、3番さんを真で見てることから、まあ8番さんっていうのは白なんかなっていうふうに思ってんねんけど、ちょっと発言に関しては、ちょっとそういう発言されると、
鈍ってまうからやめてほしいかなって思った。今日まあ情報釣りで2番さん行きましょう。あんまり3番さんの狼っていうのは僕自身では追ってないかな。スリーチにも上がってないけどメリットが俺はない。以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ3強陣で狼ぶっ殺す構図っていうのもまあ3強陣で7ローに見えたんだったらなんかけどするしないと思うけどね。37に芯がいて2のローは決まってると思うけどな。まあこれ2つって白結果出たらまあ3番あっぱれかな。白結果出たらそうだね、ほぼ2芯だね。いやでも2つったらね大体3か7どっちかかまれますね。はい、8番さんにあの答えとこうか。自分で言ってることおかしいこと気づいた。6番さんはドンシンコが好きだからドンシンコやりましょう。僕はドンシンコが嫌いです。だから6番さんのこと好きじゃありません。え、なんでそれだけ6番を釣り寄さなきゃいけないんですか。叩くは叩きましたけど、どういうこと。これ怪しい人か狼釣る位置なんで、あの進行の好き嫌いでは釣らないですね。はい、で9番さんは7番さんに対して拡大解釈をしたと思っているので、うん、わかります？その要素を述べたので、だから9番さんがこの中では釣り位置かなって言ったんですけど、それも聞けてないんだったら、まあ8番さんが現状一番怪しいかなと思いますけど、わかります？進行論が違うから6番釣りを押してほしかったんですかね。進行論の違いでは別に押さないですね。6番は同進行が好き、僕は嫌い、それだけです。はい、それを明言しただけです。僕思ったこと言うだけなんで、はい。だからまあ2釣りでいいのかなって思ってます。以上。2番のプレイヤーが発言します。いや普通に8番が最初でしょ。いや7番の1周目の発言はドン進行する6番が村とは思えないっていうことを言ったわけよ。でなおかつそれで7番が占い師だったら出るわけよ、わかる。で俺が人外だったら4に白なんて打つメリットねえんだから、俺が死んでしかないでしょどう考えたって。だから8番はもう分かっている村でしょ。だからグレー詰め、7の新切りでグレー詰めできる8番が最初だよ。で5番がなぜ6番を黒いかっていうのが言えてなかったのが気になるってことでしょ。だから8番の視点詰めするしかないと思ってるけどね。だから8番を黒く見てるやつはマジでおかしいと思ってる。7番が俺は狂人か狼か分かんないから、俺はできれば7に投票してもらいたいと思うが、8番村沖でグレー詰めだと思ってる。騎士潜伏で。それが一番強い。8のローを追ってないですね。もう勝てるでしょ。俺死んでしかないから。俺が占えばいいだけだから。今日5詰めでグレー占う。3番のプレイヤーが発言します。はい、6番さんにまずアンサーするんですけど、僕が遅れた理由っていうのは5の発言があの短くて準備に、戸惑いました。すみません。はい、で僕は初日に1周目で落としました。7、2の発言によって、ドン進行を嫌いつつ、しかも6の進行を嫌いつつドン進行に応じたわけでしょう。6の色が見えないのに。っていうか俺6番はあの2日目で考察に述べます。はい、2でいいんじゃないですか。2だったら確定陣が絶対に落ちるんで、2が白結果でも7を落とせるし、はい、2黒だったら僕と7のバトルでしょう。はい、うん、だから5番っていう人物が今の段階で、7がかろうじて5に触れたんですけど、ただその5の、 あのけなんだろう行動よりかは4が5の乗っ取りなんじゃねっていう黒塗りの方が強かったんで、全然7号もあるかなと思ってます。2も全く5に触れてないんでね。はい、6番については2日目にちゃんと言います。はい、うん、僕は分かってます。6番が何者なのか。はい、あ、ごめんなさい。はい、ということですね。2つってください。情報釣りの観点からでも2つってください。飲めますよね、7番も霊能師さんも。はい、以上です。あ、で、あのそういうことです。あのタイミングについては5によってタイミングがずらされたからです。以上です。4番のプレイヤーが発言します。みんな好きなとこ入れ
ってもいいんだけど、5のローはないかなと思う。西洋になったら多分5番さん、ああ、今日2が釣られそうだったのもあるか。まあ5番さんとかも釣られそうだけどね、あんな発言してたら、初日囲わないと。まあちょっと、あの、岸さんは別に4護衛しなくてもいいよ。あの、新目の占い師護衛してほしいかな。俺は現状三振で見てるかな。まず白もらって、ちょっと遅れて出てることと、もう考察もまあ一応一周目してたし、俺は三護衛もありかなと思うよ。その辺は騎士に任せる。三護衛か四護衛、そこ辺は任せる。これ2で黒落ちた時多分、三冠で来るんじゃないかなと思ってるけどね、俺は。七番さんって同進行嫌がってるなら出るべきだったし。なんか、八番さんが言ったように24のラインってないから、24人狼とか追ってるのおかしいし。まあ、岸さんは、4抜かれても岸さん攻めないであげてね。占い師抜かれた方が恩恵になっちゃうから、占い声もありとは言って。特ね、まあ、好きなとこ投票お願いします。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ということでね、僕に嫌悪感がある283がね、信頼かなと思って、ね、7番ってどこ信頼だったっけ、と思ってね。3しろ、おー、3しろ、え、2番が4白、3が8白ってことか。3番さん、8白でよかったんですか？おー、変な場面やな。じゃあ6黒当たってたんだね。6黒当たってて、3番が遅れた理由ってなんか、どっか釣られたくないっていう考えやろ。2から釣んねんけどね、結論ね。2から釣るねんけど。あ、3黒ありがとう。7は8占い、3は6占いしちゃっていいかな。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番の遺言を発表してください。4番も入れてんのかよ。でも5番人狼だろ絶対。だって5番って6番黒ですって言ってるわけよ。だからもう5番人狼でしかなかったやん。だから5番詰めるって言った8番最初に決まってるじゃん。もう絶対5番人狼でしょ。だって、3と7、7を芯で見てんでしょ。7を芯で見てて、俺黒じゃないわけよ。だからもう7番破綻するわけ。だからもう5番ってもう視点がもうおかしくなるわけよ。もう絶対人狼だよ。だから芯の俺を殺したかっただけでしょ。いや7番が24人狼って言ってて、もう絶対ないがいいんだよ。だからそこを8番がもう言ってるんだから。もう分かってほしいわ、これを。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜追放されたものは人狼でした。やっぱ黒だね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。マジで8声しなかったんや。3声しなかった。ニクロ
7強靭でさ、8に白、ああ、そっか。まあ、今日は残そうか。どこ行こう。俺、あんまり6と9の狼追ってないんよね。ちょっと投票見ようか。2と8が 5?2 と8が5。これ、7で、あ、7狼だったら3かまねえよな。どうしよう。もう怪しいとこみんなで入れよう。5番のプレイヤーが発言します。はい、絶対6黒だと思うんだけど、この場面多分さ、6黒って言って終わらした2番とか怖くなって、モンシロ打って、7が3白で3が強靭でさ、8白打っちゃったんじゃないかな。6黒、ロックしちゃったかな。僕、騎士なんですけどね。6いきます、僕。僕、騎士なんで。はい。誰もいないですね、騎士。僕はもう6、黒。うん。7、強靭と置いても、3進残ってるから、8白残ってる。9、1の精査するだけなんで。6番村やっても、9、1の精査して、地釣り飲んでもらっていいですから、6番村。お願いします。9、1の精査です。6番。のプレイヤーが発言します。はい、いや飲めませんよ。5番それ言うなら1周目からちゃんと発言残してよ。マジで飲めないんだけど。2番が狼だった時って7番の新芽も6、3番の新芽も終える状況で3神か、まあ、3番が新芽感じたのかな。で 7の強靭も全然あると思うから、で7の2、4って俺おかしかったと思ってるしね。8番に対しての違和感は、8番が5番釣りを提唱するのであれば、絶対騎士出させないとダメですよ。騎士らしいグレー詰めなんで、3、4番目の強い進行は。9、1ともに3を新目で見ていて、そうだよな。難しいな。9、1の発言聞かないと分かんないけども。俺釣り絶対飲めないです。3番って多分俺のことを若干騎士で見てくれていた人物でもあったから、そうだな、難しいな。891でも5番から騎士が出てきてよかったと思ってる。5番って黒の打たれたらきつい人物だと思ってたから、正直あまり7のシーンは覚えてないな。3のシーンですね、正直。7の24ラインが本当に意味わかんなかった。4番で2番釣りをして96を弾きたいって人物だったから、7番が4番の乗っ取りをずっとケアしていた部分が、7番死んじゃねえなーって思ってましたね。でも死んじゃねえなーって思っていたからこそ、死んじゃないのを狼に伝えたかった狂人っていうのが一番あると思ってる。まあ死んじゃなかった狂人になるんだけど、2がお黒だから。いやー、難しいなー。8番のグレーズも良かったんだけど、騎士出さないっていうのがマジでよく分かんなかったから、89。7番のプレイヤーが発言します。もう2番の狼は初日で分かってるから、強靭ムーブさえしてれば噛まれないやん。よかった、3番の強靭噛んでくれてって思ってるけどね。6落としで9、1占えばいいんでしょ ?6 で終わりそうだけどね、今の発言結構。なんかめっちゃ生存欲あるやん。7にする見えてんだったら6番って別に釣られてもよくない？6番釣られて明日7番釣って終わんじゃないの？強靭で置いて91の精査入れればいいじゃん。7強靭で置くならって思ったけどね。まあ私初日5番が霊能なんじゃないのって言ったのは、6黒絶対破綻しませんって言ってる発言が役持ちに見えたから、私4番が普通に霊能乗っ取ろうとしてんのかと思っちゃったんよね。まあ、5番が騎士なら納得だわ、そこは。まあ、8番占った理由に関しては、3番が8白を出してる段階で2番の狼が8を追わないって言ってるから、これもしかして3番狂人が8囲えてて2八狼なんかなって思ったんよね。うん、私ってもう初日から2番の狼が見えてるからさ、その上で考察すると2番がさ、三四郎の8に触れないっていう時点でも明らかにラインが見える。
まあでも8番で白出たし、もう私を強人で見たとしても8なんて白角でしょ。だから9番1番占えばいいと思ってるから、6釣りでいいんじゃないかなって思ってるけどね。8番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。角白6番さんに答えると、5番すって言ってんだから殺せばいいんだよ。考察してないんだから、いらないんだよ。こうなるでしょ、占い紙来ちゃうんだよ。だからこそすって言ってる5番を殺すの。考察してないし、いらないんす、いらないんすね。だから今日はまあ691の乱になるんだけど、なんだろうな、9も1も臭いんだよな。三振に見てんだったらもう殴んなよと思ってんだけどね。三振に見つつ俺のこと殴ってくんの。だって7言ってることおかしかったじゃん。24人人って言ってんだから。おかしかったじゃん。本人、強人ムーブって言ったけど。強人だったら俺に黒だぜ。強人やったらかなり美的なんだけど。まあ、俺に黒だぜ。だって2と8で5いらなかった。マジで5がいらなかった。5番だけがいらなかった。このには正直。多分5が残るんだよ、これ。まあ、5が6釣りたいとか、6でもいっかじゃ。この課直感を信じて、6でいっか。俺は9じゃ臭いと思うけどね。三振で見つつ俺のことを殴ると。7だろ。違うんだよ。騎士潜伏のスムラ釣りが一番強いんだよ。スムラ釣ったとしても、騎士誤爆があるんだから。分かってねえなと思った。6番の追撃で、はあ。分かってないから6番さん取ろうか。9番のプレイヤーが発言します。8番さん視点で昨日の段階においては絶対7番さんでしかなかった。だって8番さん目線に7番さん偽決め打ってんやったら7番さん取ったらええやん。俺はそう考えてる人間やから。まあ8番さんか岸らけはあんまり僕とは思考は合わへんかなというふうに思った。で、6番さん。6番さん視点で8、9、1の話を聞かなわからんって言ってて、8番さんとか白になってるんやから、6番さん視点っていうのは破綻してるんじゃないかなって思ったな。時点で1番さんで、1番さんの昨日の発言って8に関して怪しむ視点があるんやったら3っていうのは真にならへんって思った。1番さん視点で8がおかしく見えるんであれば、3っていうのは確定に正になるんやけど。だから1、2のライン切りとかっていうのは十分あると思う。で、8番さんに言うね、俺3番さんを新目で見てるんや、見とったんやけれども、8番さんが俺との、考えっていうのは全く違うもんやから、指摘したまでであって、まあ、考え方が合わへん人なんかなっていうのは8番さんに関する。今日は6番さんするね、6番さん視点っていうのは8番さんっていうのは隠し色人物やん。8を考察に含める、8、9、1、8、これもう9、岡部じゃ名は届かんな。その時点でもう6番さんっていうのを破綻してるから。やっぱちょっと占い声してほしかったな。何も言うことありません。もう霊能潜伏する人が少なすぎてあんまできんないな。いや、別に三振、まあ三振っぽいけど、別に2の色を見れば全てがわかるって話で。別に2進の37ローローで7釣られてクロストップあんじゃない、普通に7黒釣れてる、はい、3マックス強だから芯もあるよっつって、はい、うん、8がおかしい、別に発言単体精査でおかしくない、え、そのローン分かんないっすか、心境ロー確定っすかって思いますけど、9番さん、あらゆる発言がおかしい人をおかしいというだけです。はい。別にこの村強人いるんでね。普通に。白結果出てもおかしい人はおかしいんで。それしかないっすね。今日は足ずり。なんかめんどくせえ。多分9かなと思ってるわ。俺は9かな。まあどう取る ?9 と6。その発言。全プレイヤーの発言が。その疑いにはどんな根拠が。6が9。1番
のプレイヤーが発言します。あー、わしゃ9やと思うわ。9が1を殴った後、6とちゃんと戦う準備しとったけな。わしゃ9やと思うで、普通に。うん。だから6番さんがなんで8の話を聞くって、新ローロー、新ローロー2がローでほぼキャンセルされてね。まあ、されてねえこともねえか。されてねえこともねえな、そう考えてくると。あるないっしょ。2があんだけ釣られそうな状況で。ないよ、俺。7ワンチャンあると思うよ。ワンチャンスシーンあると思ってるね。うん。だって8にしろって、まあまあ理的じゃない ?8 に黒で。1評価しようか、6って。思うけどね。まあ、シーン、だってもう黒5爆の可能性があるわけよ。まあ、1級で、まあ、明日は7釣るでしょ。一時投与してるからな。それで制裁やろうな。でも、まあ、俺は9だと思ってるよ。6番のプレイヤーが発言します。いや、もうこれは、ごめんね。俺、視点漏れしてたわ。3番が4白だと思っていて、これは5番がみんなに聞いたせいで、みんながチャット使ったから、チャットが埋もれてしまって、マジで申し訳ない。3が8白だった。いやー、でも9、俺はね、正直、1番の発言から9番狼に感じたけれども、俺がかなり出現してしまってるし、かつ1番が地釣りしてるから、これってめっちゃきつい盤面だなと思ってる。多分1番って地釣りしても6番が出現してるから6番に投票入るだろうって発言から1番の地釣りかもしれないから、8角白でしたね。把握漏れてました。まあ、8番に言っとくと、5がスムラでも絶対騎士出さないとダメですよ。グレーズメ盤面新占い、色紙占ったらどうなるんですか。グレー詰めてる意味なくなるんで。いや、俺出現しまって、でも俺村だからマジ一番いってほしいで、次の日7位って終わんなかったら9いってほしい。頼む。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにもどんな根拠か、その疑いにもどんな根拠か。ドン進行はもうちょっと白きちゃうな、どうしても。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。偽やろな。7は偽かなって思ったわ。うん、そうやな。だからまあ7も絶対に見えてないからね。まあ明日釣るんだけど、7の話聞いてみたいね。どっち芯がないから黒い方に黒って打つのか。てか、まあ分かってないだろうな、6、9。俺は9だと思ってるね。俺は9だと思ってる。6、7、5A。7、5A って情報。お、別に色分かっても関係ねえや。はぁ、あ。まあ、あの、狼一匹連れてるんで、私が死のうが何しようがあまり関係ないっていうね。嘘やな、4まで知った。そうやな。どっちなんやろうな。まあ、7は偽だと思いました。はい。生存意欲高い方を釣りたがるかな。7だ、あの、7が死んだったらって思うから。4の俺声、俺投票はまっとうだね。6の鈍心狼、それそう。狼で提案してたから。俺9だと思ってますね。7なんていうのかな。9って6と1で明確に拳を作ってますけど、うん、6番はわかんねえわかんねえっつって、どうかな、俺9の方が黒さあると思うよ。7に対するのは拡大解釈だと思ったね。わな、9黒打てよ。俺は9だと思ってるね。8番どうする。8番の投票はちなみに、8番は、6いって1いってんのか。まあ、6のね、その1があれだろ、6が釣られると思って自投票してんだろみたいな。なるほどね、難しいですね。ごめんごめん、俺は9だと思ってるから自投票した。夜が更けました。人狼に気をつけてください。俺が初日白を切ったところに人狼いたんや。草だねこれ。俺が白を切ったところに人狼がいたっていうね。9行こうか。さすがにドン進行狼だったらうまいな。人狼ではありませんでした。夜が明けました。昨夜は
1名の方が亡くなりました。5番6番のプレイヤーが発言します。9黒か、9倍って終わんなかったら7番でいいんだけど、まあ、村目さん今日7かな。まあ一応そうだよね、7が3、まあでも盤面的に無理だけれども、新郎新郎ケアして、まあ、7つって次の日9です。9番の黒要素はもうごめんなさい、昨日の俺すきは9番真っ当だった。俺は3番が4番に白を出している状況下で、7番が8番白を出して2番が8番白を出していると思っていたから、ああいう発言になってしまった。まあせめてこれはちょっとずるいかもしれないけれども、2、6ロロだった場合っていう2番の白先の4番を3番が4番と勘違いしないっていうのはごめんね、これはずるだけれども、あまあ9番の黒要素としては初日かな。やっぱり初日俺がドン進行、7番って6番がそういう人村に見えないんだよな、でも6番2周目頑張れるって言ってるからなって、8番はそれに対して7番が6番に村要素をケアしてるから7番いいよねって言って、9番って6、7、8全員印象悪いで6、7時点で8って言っていた8番には最後述べれてなかったけども時間が足りてなくて、それが9番の黒要素かな。9番強靭に見えたんだけれども1周目では、いやあ、まあ、9番の2日目の発言、じゃあ2周目での発言は、やっぱり三振で見て、すり寄ろうとしたけれども、ちょっと3の相方、あの3の白先の8叩いてたところが、やっぱり9番のクロスかなって、振り切れてなかったところが、まあ、今日7行って、明日絶対9行ってください。7番のプレイヤーが発言します。まあ残念ながら私シーンなんだけど、7釣った後多分6番釣られるよ、あなた発言おかしいから、うーん、9番黒だから急に狼さん強靭やるでね。1番釣った理由に関しては、1番がシーンだったら1年って釣らないよって言ってるけど、ただ単に地釣り発言する人が嫌いだから1釣りましたね。1、6、9どこ釣っても私って噛まれなければ占える、噛まれたら占えない、だから3人いるからどこ釣ってもいいよ、2択になるから。で、釣り発言する人いらないんで1に投票しましたね。それだけです。私は残った方の2人のどちらかを占えばもう色が出るんで。で、1番三振で終わんなかったから、1番さんが9番で黒落ちんじゃないのって言ったから9番占って黒でしたね。そこはお見事でした。うん、でもなんか村間違えそうだよね。だって6番ってちょこちょこおかしなこと言ってるから、私昨日もう6でいいかなって思ったんよ、釣り位置。だけど8番さん白角だから、8番の発言聞いてて、9番1番は3を芯で見てるっていう発言を初日してたでしょ。あ、だから私噛まれなかったんだっていうのめっちゃしっくりきたから、9番1番に狼いそうだなって思ってたとこに1番地釣り発言したから、あ、じゃあ1釣って終わんなかったら9占おうって思って9占ったら黒でしたね。以上。8番のプレイヤーが発言します。あ、俺9行くよ、山さん。俺9行くよ。9の来る要素俺1個持ってて、初日にね、6番がドン進行しろっつって言ってたじゃん。で、7番がさ、人外見るってさ、7、6の票が欲しくないのかなっつって言ってたでしょ。評価してね、どっちも。これ、6も7もいいな。自信ありげだな。1も1も共鳴があるから。で、9番さんって6、7叩いてんのよ。思いっきり叩いてんの。俺だけステイしてんだよ。いや、俺、6、7評価してるから。9番、6、7叩くんだったら、俺にまで視点伸ばさなきゃおかしくねって。6、7だけ叩いてたのね。だから、4、0のきっちいなと思って、俺9だね、9か1じゃねえのって思ったけどね、初日。2はなんか役ありそうだなと思ったけど、占い出てきて多かったでしょ、それだけのことで。9か1釣りてえなって俺は思ってて。いつも初週から6より9が怪しいって残してて、俺も1と9に違和感持ってたから、どっちかだなって思って。俺、7行っても9行くから、どっちにしよう。9行くね、今日は。9番のプレイヤーが発言します。じゃあ、八幡さんも、村人陣営負けで、ってことだ。じゃあ、俺投票してください。もう、八幡さんの全責任って構いません。で、多分7番さん教授の6がラストウルフかなっていうふうに思ってる。6番さん視点の俺の黒要素っていうのは黒要素になり得てないと思って。それはなんでかっていうと、6番さんの初日の発言に関して、俺は違和感に思ったから6番さんを殴った。
なおかつ7番っていうのは6番さんに関して、ドン進行する人物っていうのは、人外にしか見えへんっていうのやったら7番さん視点で6って釣り寄せますよねっていう。そこで8番さんっていうのは6と7を強化してたんかな。ただ自主点から8番さんっていうのは全く色が落ちる。6に叩くわけでもない、7に叩くわけでもない。両方強化してる人物だから。8に関しては全然色は落ちている発言っていうのはなかったよ。だから俺8番さんに関して色落ちのない人っていうふうには俺初日の段階に8番さんに関してしっかり言ってるから。もう6個入ってんだったら負けでええと思う。ただ俺は最後まで、しっかりと発言を残すね。7番さんずっと俺6番さんのことをしっかりと言うね。6番さん視点で、初日の段階において鈍進行っていう発言を残すんであれば、6番さん視点で霊能占い師っていうのは透かす必要が俺はないと思ってる。なおかつ6番さんへの俺の黒要素っていうのは黒要素になり得ないっていうふうには思ってる。はい、4番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえず7番さん行こうか。なぜ7番、まあ、ないとは思うけど、27人狼は、さすがに27人狼で3噛んだら結構、もう、厳しいけど、ちょっと8番さんの初日グレー釣りと1番さんの柱がちょっと強靭あるんで、8番さんのグレー釣りと1番さんの柱ね。けどあれか、1番釣られては強靭で釣られてはダメか。強靭で釣られちゃ勝てんか。まあ一応いいや、安定で7行こう。ちょっとわからん。俺初日、やっぱ俺の初日釣ろうけ、人狼だな。けど占い精査は当てれるんだけどね。全プレイヤーの発言が終了し、私は怒っているのだ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。何これ、8番強人に思われて新郎郎に見られて私釣られてんの。9行けば終わりなんだけど。4番さんは占い精査当てれるんだけどねって、土着訴初日から間違ってるけど、私強人じゃなくて真だからね。てか私が強人だったら3番白打って3白になって2番のご主人釣る構図になってたら、霊能あなた潜伏してたんでしょ。簡単にすらできますよ、霊能すら。はぁ、何じゃ、リア教員のニカさんに。2はもう黒だから3番がリア教ってことでしょ。でも3白刺さってたから私村なの、素村でやってんの、超やべえじゃん、超やべえじゃん。もうじゃあ終わりだ、負けだ。急にローの強人を急にロー三須村48強人しよう。いや8の強人はないだろ。8が強人だったら新ローローを追ってたってことでしょ。ローないの、あ、そっか、ローローに見えんのか。強人目線何 ?27 とか23ローにも見えてたわけか。3釣って終わんないから27に見えんの。受けぽよ、受けぽよだわ。スムラならじゃあ三霊能なの。もうやだ、何この村、うんこじゃん。夜が明けました。人狼に気をつけてください。わからんけど俺9行こうかな。昨夜追放された者は人狼ではありませんでした。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。
初日、6番さんに言うけど、初日はグレーズが一番強い 3CO だった。スムラでも黒取れれば一発で勝っちゃうし、スムラでも騎士が潜伏してればね、騎士が潜伏してた場合は騎士に黒を打っちゃったらもう破綻でしょ。で、上地がなくなるからいいのよ。今日みたいにさ、三振かなって言ってさ、あ、三が噛まれてるから一旦七つるかとか、そういう進行になんないじゃん。で、占い噛まれないのよ。わかるかな、6番さん。で、俺9番さんの黒要素昨日言ったし、もう一個あって、俺三狼じゃないと思ってて、3一番色見せないから3釣りたいなと思ってたんだよ。2よりもね、2よりも3が叩くと全然叩かなかったから、初日に探してないんだよ、3番さん狼を。だから3から釣りたかったと。俺7死んじゃねえかなと思うけどね。急に黒打たないでしょ。6に黒のがいいんじゃね。俺が強人だったら6に黒のがいいかな。6の方がスムラっぽいもん。これスムラ目線ね。あれ強人目線でもね、うん、9でいいと思うよ。三振って言ってんだよね、9番って。三振で見てね、8叩くし、俺は三振にあんま見えなかったけどな。なんか7も神っぽくなかったけど、7が強靭だった場合って、確実俺黒じゃないと確証にするメリットってないのよ。これやってる強靭の可能性もなくはないけどね。だったらさ、昨日、もう強靭ですって使用して、釣られときゃいいじゃん。9釣り行く必要なくね。9投票でしょ。うん、いいっすかね、そんな感じで。これ9のやっぱ違和感がやっぱ拭えないんで、1日目の9番のプレイヤーが発言します。もう8とは全く考え方が合わない。8番3視点って3点は新境地なわけ。仮に3番さん強靭やった場合って、7番さんから白をもらっている段階において、2番さんで白結果出た場合って7番さんが破綻になる。3が強靭やった場合ってデメリットって全く、あら、切れた。あれ？聞こえない。四番のプレイヤーが発言します。いやー、現状俺9に行こうかなと思ってる。その理由は9番さんが3の芯を追ってるから、まあ3芯と見て噛んだのかっていうとこと、まあちょっと7番さんに俺強靭使用してちょっと揺さぶったんだけど、まあ一応若干芯っぽく動いたかなと思うんだよね。7強でも9量がある。7芯も少なからずある。とこと、まあ、6番さんが人狼でドン進行って結構きついんよね、あれ。6番釣られそうで、霊能仕様とか占い仕様で出た時、芯取れないから、先に陣が炙り出して霊能仕様とか占い仕様しないといけないのを、そこを同時に出すって、新役だったら言わないから、まずスムラは透けてんの、騎士かスムラなんだよね。狼だったら首絞めてるから。で、まあ、ただね、6番さんの黒要素って8を追わせたとこなんだよね、黒に。2日目か。あそこがちょっと黒いから、まあ、ちょっと一回話は聞くけど、いや、6番さん死んだったらちょっと頑張ってね、村だったら。6番のプレイヤーが発言します。いや、48すまんな、マジで。俺は3番が4番に白出してると思っても、これ全部5番のせいなんだよ。俺は悪くねえって逃げて、逃げたいよ。5番が接続切れてたから、4番とか霊能師を何回もしてたし、占い結果も張り直していたから、はぁ、ごめんなさい。それは俺の完全失言でした。8番が柿代だということを自分は把握漏れていました。うん、まあ、9番になんか比例の比や、比占い師は透かし気がないって言われたけれども、ドン進行わかんない人たちいるから、ドン進行の強さが。俺はそれを説明したまでで、霊能が出たらこういうデメリットがあります。占いが出たらこういうデメリットがありますっていう説明をしただけだから。
まあ、9番目線6番のクレオソではない。やっぱ初日から、まあ、4番と違って俺9番かなり疑ってて、6、7、8全員黒置きってマジ分かんなかったから、9番って8番印象ないってよりどっちかというと印象悪く言っていたから、発言では伸びてなかったけれどもね。で9番目線3番の強靭内容でも俺は全然3番の狼を追えると思ってる。7番という強靭が3番に黒を出した時って、3番使用したら2番という 新占い師が釣れるから3番は新郎一だと思ってたんだけども、9番って3番が狼でも出ない強靭でも出ないって言ってたから、まあ、3番ほとんど信用してたんだなと思って、だから3番勘なんじゃないですか。俺目線は3番の強靭は否定できると思ったけれども、3番の狼は全然否定できなかったから、9番1番に関してはその辺では違和感を覚えていたから、今日9言ってください。8に関してはマジで俺の失言です。これで負けた、ま、全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにまずいな、やっぱ9かな。どうだ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。ああ、よかったよかった。ドンシンコシロが。はい、ジジイ。うわ、7が誤爆か。誤爆っていうか、もう強靭を着されてるからいいかなと思ったんだけど、最後シン取っちゃった。一応ね、芯もあると思って入れた。あそこも7番さん、強靭ですって言えばいいのに。強靭置きでの6級の発言精査になるかなと思った、単純に。一番地釣りいらんくない、そうなったら。いや、いやいや、じゃあ、聞いて聞いて。4番が6級白く置いてるから、俺、2分の1外したらもう絶対負けんの。で、ちょっと待って、あの場面で6番が9番入れてて、1番が地投してるから、9番ローに確定になるけど。まあそこをみんな、あ、まあ4番が、まあそっか、4番は、うん、俺が結構6級を白く置いて、うん、そうそうそう、1番怪しんでるから俺はもう今日外したら負けだから俺ずいリールで4番に責任を負わせるでいい。いや 1番さん内心俺は自分釣られたかったですよ、俺失言いたかったから。いやマジやめて、マジやめて本当に。5番のために6番だから地釣りのおめって言ってんのに6番が生存欲出すから変なことあるね。